皆さんおはようございます。新大ハイプ経済科学部1年のナナです。職員の今井です。工学部1年竹直です。経済科学部4年の山慶です。医学部3年の武史です。新大ハイプとは等身大で楽しくをモットーに、新潟大学の学生、教員、職員が一緒に活動している PR グループです。はい、じゃあ、今日はこの5人が何で集まったかというと、編集チームでいろいろ話していこうかなと思い集まりました。ということで、じゃあ集まったメンバーで編集についていろいろ話していけたらなと思うんですけど、皆さん編集っていつから始めましたかっていう、はい、みんな新大ハイプに入ってからみんな始めた感じですか？そうですね、そうです、入ってから、うん、その入る前とかはやったことが全然なくてみたいな。そうですね、全然なかったですね、はい、そもそもじゃあなんでやろうと思ったかとかって覚えてます？そのやってみたいなと思ったきっかけみたいな、まあ、きっかけみたいなのがありますね。本当、はい、自分の場合はもともとやっぱり YouTube とかが好きで、うん、なんか編集もやる前とかはどうやってこの編集してるんだろうっていう、もともと興味はすごいあったので、そこでたまたまハイプっていうグループを見つけて、うん、あ、編集もできるサークルというか、グループだなって感じて、ちょっとやってみたいっていう興味で、うん、飛び込んでみたいみたいな感じですね。ああ、はい、なるほどね。ケイ君とかは結構遅く入ってくれたんですけど、はいはい、なんで編集もやろうと思ったって。そうですね、やっぱりそのテレビとか見てると、うん、必ずその編集している人がいるわけで、うん、そういった人もいるおかげで、まあ、テレビの映像とかも成り立っていることを考えた時に、うん、自分もそういった編集っていう、実はその出演者側じゃなくても裏方としてもできることはたくさんあるんじゃないかなということを考えた時に、うん、自分なりの編集もできたら面白いなっていうのがあって、うん、編集やりたいなっていうのもありましたし、まあ、僕はちょっと出演の方も出てるんですけどの例えば自分が出たのを自分で編集するっていうのもなかなか面白いなっていうのも思って、うん、他の人が出たのもそうですし、自分で出演してそれを自分で例えばいじったり、わざと自分のことなんか自虐するような形で編集したりとかそういうのも面白いなっていう形で編集もやってみようと思いました。たけし君とかはちょっとこうね、映像なんか全くやったことがないわけではなかったような感じだった気がするんですけど、うん、もうがっつり編集ではなかったけど、こうつなげたりみたいな。そうですね、まあ、つなげてドローンの撮影してその撮った景色をつなげるぐらいはしてましたけど、うん、まあ最近のアプリって自動でやってくれるんで自分で編集してるというよりかはアプリがやってくれてるっていう。なるほどね、ですよね。だから編集自体は一応初めてですし、うん、だから逆に自分で編集して動画作ってみたり、あとはその何て言うんですか、実際動画編集ができればその仕事でも何でもアピールしたい時に自分がアピールしたいように作れるから、まあ、そういうスキル身につけてもいいんじゃないかなと思って、うんうん、ハイプに入って編集、うん、こういうのやってみたいなって感じで今に至るみたいな感じですね。ななちゃんは、はい、そうですね、私もなんか編集はまあそんなに、うんまあ、やる機会もほとんどなくて、うん、で4月ですね、去年の4月にその、うんうんまあ、入学して、それと同時にハイプにも入ってみたいな感じで編集始めたんですけど、なんかハイプの活動自体に私はなんか惹かれて入ったんですけど、うん、なんか自分は出る側じゃないなっていう風になんかちょっと出るのは苦手だなって感じてたので、うん、まあなんか自然となんか撮影とか編集とかをやるようになって、うん、だんだんなんかハマってったみたいな感じですね。うん、最初そこまで興味がなかったっていう出たもんね編集自体には。そうですね、うん、がっつりやりたいっていう気持ちでなんかめっちゃやる気ありますって感じでなんか入ったわけでもなく、うん、だんだんなんかめっちゃやりたいって感じになりましたね。あ、本当、はい、これがすごいよね確かにどんどんハマってった全くないところからね、うん、始めるっていうのがすごいなって思いましたけど、それぞれそしたらあと編集のことについてこうじっくり聞いていこうと思うんですけど、好きなところとか編集のここが好きみたいなのってあったりしますか？まあ、
たくさんありますね。たくさんありますね。ますね、まあ、本当。はい。なんか例えばどのあたりがとかってありますか、竹野君は。そうですね。うん、やっぱりあの動画を、まあ、自分結構出演側にも出させてもらっているんですけど、うん、やっぱり撮影してる時点では撮影した動画はもちろんあるんですけど、その編集した後の動画がどんな感じになるのかっていうのをやっぱり撮影時にはまだわからないので、それを編集の時に想像しながらこうどんな風に動画を切り貼りしたり、どんな風にテロップ入れたりとか、そういうのを考えながら編集している時がすごい楽しいな、自分のなんか編集の中で一番好きなところではありますね。やっぱり自分のアイデア次第でどんどん動画自体が変わるものだと思うので、そこが個性出て好きかなと思います。そうだよね、なんかそれこそ多分みんなが入ってから結構こういろんなジャンルのというかいろんなタイプの動画ができ始めてるなっていう気もしてはいるんですけど、それもちろんその長谷健さんがいた時の、あのものもあったりはするんですけど、なんか長谷健さんが自身も言ってたけど、やったことがないような動画をみんなが作ってるっていう話はされてたんで、なんかそれを考えるとこうなんかみんなが多分普段見てる YouTube とかのあのこういう感じのものを作りたいなっていうのがあって作ってくれてるのかなっていうのはすごい思ったりはするんですけど、うん、なんか他なんか好きなところあったりします、編集の。そうですね、うん、やっぱりそのハイプのその撮影っていうのが、うん、撮影と、まあ、編集が同じ時もあれば、はいはい、当然撮影してくる人と編集する人が違ったりとか、出演と編集が同じだったりとか、その時によって変わると思うんですけど、うん、その編集をするにあたって自分が一緒に参加したのもそうですし、うん、自分が編集だけ担当の時でも、うん、その撮った素材っていうのがまず一通り目を通すので、うん、それで例えばハプニングとか、なんか珍プレー出てきたりとか、まあ、真面目な部分とか、うん、そのいろんなものを見た時に、まあ、どれ使おうかなみたいな感じで、うん、いろいろ一つ一つ の, その撮影した10秒とか5秒とかの素材を見ながら選べるのはすごい面白いなと思ってて、うん、やっぱり全部は本音を言うとやっぱ使いたいんですよね、全部。ただその中でどれ使ったらいいかなみたいな自分なりに選んで工夫できるっていうのはすごい楽しいところかなと思います。確かにその素材はいっぱい取ってきたりとかしても、使える部分が一部だったりとかするから、なんかその切りたくないなっていうところがあったりももちろんするんだけど、選抜してこう使っていくっていうところはやっぱりなんかその編集のなんて言えばいいの、使う場所、腕の見せ所もあると思うよね。編集でこう着色、なんて言えばいいな、効果音とか BGM とかでもちろん着色していくような部分もあったりはするんだけど、その元をどこを使うかっていうのも結構大事になってくるなと編集しててすごい感じるよね。なんかたけし君いつもなんて言えばいいの、いつもギリギリな感じで、昨日もいろいろ話をしてくれてはいましたけど、うんうん、なんかどうですか編集の編集の好きなところか難しいな。例えばその、はい、バンドのとかさ、うん、たけし君だったらバンドのとかちゃんと作ってくれたりとかしてたじゃないですか、うん、あのアイディアとかってこうあのギリギリになって降ってくるって言ってたけど、そうそうそう、昨日まあ俺なんかいつも期限がギリギリなのはちょっと理由があるんですよ、あのやりたくないからやってるとか、ちょっと期限がまだあるから余裕だってやってるわけじゃなくて、あえて自分を追い詰めてあくまであえて、もう時間の締め切りまで編集を続けないとこれの動画間に合わないっていうところまであえて追い込むことによって脳が活性化して、うん、やばいやばい、もういい動画を作らないとなっとってなって、うん、アイデアがいきなりたくさん出てくるんで、うん、ぜひおすすめそれはすごいよね。まあ、話は戻りますけど、まあ、編集の好きなところっていうのは、うん、そのさっきも言ったんですけど、その思い浮かんできたものが、うん、その何ですか、形になって、その自分が思い描いたものを ものとして残せるところが自分の中では結構好き、思い描いたものがちゃんと
形になって自分が見たいもので見て、うん、なんか BGM とかも映像とかの切り替えとかもそうですし、うん、テロップとかもなんかタイミングとかそれがなんか形になって見た時に、うん、それを作れるってところを、うん、確かに、うん、自分の好きなように、うん、まあいいようにも悪いようにもできちゃいますけど、うんうん、すごいなんか思い描いてこういうの作りたいっていうのが形にできるのが編集の好きなところですかね、うんうん、それでこうなんかコメントとかね皆さんからいただいたりしますけど、うん、で面白いって言ってもらえたらねもう、うん、余計ね嬉しいですよね、うんうん、なんかなおちゃんとかありますか好きな。そうですね、なんかそのカットとか効果音とかそういうなんか作業的なところも多いんですけど、うん、私の編集の好きなところは、うん、なんか自分のなんかコメントみたいなのをちょっとなんかツッコミテロップとかで入れられるのが私は結構好きで、あのチョコレートのチョコレートのやつ本当に面白かったなんかそのそれぞれなんか皆さん素材だけでも面白いんですけど、うん、でもなんかやっぱり自分のなんか言いたくなっちゃうんですよねツッコミみたいないろいろあってでそれをなんかこう残せるっていうか入れてなんかもうちょっと面白くできたらいいなとかっていうのは自分でできるのが一つ好きなところと、あとなんか結構真面目系な動画も結構ハイプ多いと思うんですけど、なんか情報とか、まあ例えば学部紹介とか、まあ私やってないですけど、まあそういうなんか編集を通して情報をなんかアウトプットできるっていうか、なんか自分のなんか得た知識をなんか編集を通してこう自分のものにできるっていう感じがすごい私はお気に入りっていうか好きなところではあるかなと、うん、情報を要約して盛り込むからっていうことだよね。そうですね、すごいなんかまとめる力もつくのかなってすごい思って、うん、そこはお気に入りですね。すごいある気がしますね、うん、なんか知らなかったこと知ったりとかね、そうですね、調べていったり、やっぱ裏取りっていうかその編集するときに情報間違ってたらいけないんでちゃんと調べたりとかでちゃんとなんか分かりやすいようになんか皆さんが分かりやすいように受験生の方とか、うん、保護者の方に分かりやすいようにできるように、うんまあ、編集を心がけてるっていうか、うんうん、そんな、まあ、そういうところも好きですね、うんうん、いろいろこう楽しかったりすることもあると思うんですけど、その編集やっててちょっと辛いなとか大変だなって思ったりすることとかってあります？うん、まあありますよね。ありますよね。あるかどうですか？ここがあって、うん、私テロップがずっとあるとちょっと辛かったりはするんですけど、うん、フルテロップとかだと、うんうん、もうほぼほぼ作業みたいなところで、ね、フルテロップは文字起こしがね、うん、編集やっぱ楽しい面も多いんですけど。うん、時間が解けると言いますか、やり始めるとすごい時間が通り過ぎるのが早いので、うん、やっぱりそこの時間のやりくりと言いますか、あ、どんぐらいまで今日は進めようとかいろいろ考えながらやるのが自分的にはそこが大変ですかね、うん、あ、はい、竹田君の場合って別のことも言ってたりするからっていうのはすごいあると思うんですけど、本当編集してるとあっという間じゃない、気づいたらもう何時だみたいなのが、うん、結構あったりするから、いろいろやってる人だと時間のやりくりというか時間の計算がなかなかちょっと難しかったりとか、うん、大変だとするかもしれない、うん、まあ、そういう時はギリギリまで編集してる、うん、アドバイスが、アドバイスが頭のささやきですよ頭を活性化させると短い時間で、うん、動画できちゃうから、うん、ちょっと遅いかな、ギリギリまでやらないと。それもすごいよね、だからすごいなと思うの私。え、一番最近っていうか一番ギリギリだっていつからやったとかってあるんですか？2日前とかロングで2日前とか。それはすごいよね、すごいな、絶対できないですね。ショートだったら当日の、その締め切りが12時だったとして、お昼の、そしたら当日の4時とか。嘘嘘、絶対やめた方がいい体力に自信がある人はね、やってもいいかも。追い詰められすぎです。もう時間見ながら、全然時間見ながらやばいやばい、編集とまた別の要素を気にしながらやんなきゃいけないからすごい大変な追い詰められながらやる感じ
ホイで出さないと終わる終わる終わる、あ、アイデア来た来たみたいな。なんかすごい聞いてるの。なんだろう、なんかこうアスリートみたいな感じ、うん、聞こえなくもないですけど、たけし君はすごいですよね、本当に。あくまで一例ですって伝えとかないと、多分皆さん今度ね、ぜひ一生興味ある皆さんが2日目にやればいいかってなっちゃう。全国の皆さんおすすめなので、ぜひ。おすすめ。もう見本にしてほしいぐらいの効率の良さが出てきますから。なんだ、キミ君とかナナちゃんとかありますか、なんか大変だと思うところ、ちょっとしんどかったりするなみたいなのか。そうですね、アイディアが浮かんでそれをやりたいなって思って、うん、そのやり始めた時は楽しいんですけど、うん、だんだんこうパターン化してくるじゃないですか、やることがもう、なんか、これをやったらもう一度同じこのテロップの動かし方とかを繰り返してこう統一感を出さないといけないときは、もう無になって、単調になって、単純作業みたいな。そうですね、作業的なところはやっぱりちょっとまあ辛いかなって思うときもありますね。確かに、なんかクリエイト的なものが好きな人はやっぱりその作業的な部分になってしまうと、やっぱりちょっと しんどかったりみたいなのはすごくあるのかなっていうのは思ってたりしますね。ちょっといかに 楽にやるかみたいな最近はちょっと考えてます、効率重視で。すごい、それを今度ぜひ教えていただきたいです。ケイ君なんか本当賞味3ヶ月4ヶ月ぐらいじゃない、本当に。あのちょっと前もやってたとは言ってたけど、はい、まあ、ちょっとカットしたりとかぐらいはありましたけど、本格的なのはそれこそ本当に初で、結構やっぱり大変だなと思ったのが、思ったより時間が、まあ、慣れてないのがあったかもしれないんですけど、かかるのが練習に思いました ね、 そうね。そのショート動画でも、まあ、20秒とか30秒ですけど、まあ、それでもそんな10分とか15分でホイってできるものでも全然ないし、一曲時間かかるなっていうのもありますし、それこそ先ほど皆さん言ったようにもう時間が経ってんのに、もう時間忘れてるって感じなんですけど、その自分の場合は時間が過ぎてた割にあんまり進んでなかった時の絶望感がすごくて、その日が昇っちゃってたり、気づいたら日昇ってるのに、あれこんなとこまでしか進んでなかったっけみたいなのがあったりすることもあるので、本当に思ったより時間かかってるなっていうのはこの4ヶ月ぐらい活動してきて大変だなっていうのを実感しましたね。今のぼかしに苦戦します、私。今あの編集してるものがあるんですけど、あのブラって言って、あのモザイクじゃなくてちょっとぼやかすみたいなのをつけてて、それをこう動きをつけたりしてるんですけど、何回かあのパソコン自体がちょっとなんかあの重いのか、動作的に重いのか落ちたりしてて、でそこで自動ね、あのプレミアプロっていうあのアプリを使ってるんですけど、それがまあ自動的にね、セーブはしてくれるはずなんですけど、それがされてなかったりして、おー、絶望だった。もう一昨日から2回ぐらい繰り返してるので、なんかまあそうなった時がちょっと辛かったりとか、確かにそれはやばいですね。そうそう、みんな多分共通だと思うんですけど、編集してる時は楽しいですよ、ただその締め切りとかが近くなってきて、最後の追い詰めになってくるときに動画をチェックしなきゃいけない。例えば、テロップが1コマ1コマ全部入ってるかとか、意外とそういうのが大変っていうか、残りのその細かいところ、あとちょっとのところをこのブラッシュアップっていうかするのが、意外と編集してる人は編集するのが多分好きだからやってるけど、そういうチェックって意外と編集の中では大変だな、細かいところ見なくちゃいけないっていうかね、チェックの方が時間が長い時ありますもん、本当に作ってる時間よりも、作ってて、あとはそのなんかこだわってる部分とかもあったりはしますか？そうですね、自分はやっぱり動画のテンポ感を重視したいなと思ってて、
まあ、今まで作ってきた動画が、うん、まあ、テンポ感が大事な動画が多いっていうのもあるんですけど、うん、動画を切り張りする時にも今このシーンだけどなんか次のシーンからはなんかもうちょっと疾走感が欲しいなとか思った時はやっぱりそこをカットする秒数を結構 0. 何秒単位で削ってったり、うんうん、効果音とかもテンポ感の出るような効果音を使ったりして、うん、そこは結構重視したりしてますね。ショートとかはやっぱりテンポ感がいい方がみんな見てる方も楽しいかなと思うんで。確かに単調になっちゃうとね、見てる方も飽きてしまったりとかするから、ね、その辺の工夫がやっぱり必要になってきたりとかね、うん、うん、しますよね。たけし君とかさ、ななちゃんとかすごいこだわってそうな感じが。クソこだわってますね。例えば BGM とシーンのタイミングとか、うん、これ最終チェックとかでなんかミスがあったとしてちょっと削るってなった時、うん、BGM のタイミングが全部ずれるんで、うん、全部やり直さなきゃいけなくなったりするんですけど、決めたいところに決めたい BGM が来たり効果音とかがピタッてはまると、うん、もうなんか感動します。確かに。だからこだわりたくなっちゃう。うん、わかります。音ハメってやつですね。うん、BGM を意外と自分の中で考えてる動画の雰囲気に当てはめる。うんうんうん、この動画は自分の中でこういう雰囲気だからこういう BGM が合うとか。うん、意外とその BGM 探すのも結構いろんなの聞いてこだわる。うん、この2点は大体いつもこだわってますかね。ななちゃんなんか。そうですね、こだわりというか心がけていることでもいいですけどあります？私はまずなんか見ててこうなんかデザイン的になんかちょっと可愛いっていうか見ててこう楽しくなるようなテロップの後ろにこう背景をつけるのが好きなんですけど私はそれをちょっと可愛くしたりとかまあするのがまあ一つのポイントで、あとは私結構グルメツアーとかの編集すること多いんですけどその時は出演の方のこの一つの動作に対してこうしっかりカットをかけるっていうのが結構こだわってて、うん、目線がカメラに向いてる間はカットをかけないで、うん、こう下を向いたらすぐカットをかけるっていうのはすっごいこだわってて、うん、それをすることによってすごいテンポ感とか見てる人に飽きないようにするっていうのはめちゃくちゃこだわってます。一動作でね、一つ完結させるんだよ。そうですね、見てる人は、うん、まあ分かんないと思うんですけどこうやっぱテンポ感、やっぱ竹中くんも言ってたと思うんですけど、うん、ショート動画テンポ感やっぱ大事にしてるので、うん、そういうところは必ずチェックしてますね。楽しかった編集、一番この動画は編集してて楽しかったっていうのは今までやってた動画の中でありますか？自分は運動会の動画のやつが一番楽しくてで、まあ、なんかそれまでは、うん、まあ、真面目系というか、うんうん、の動画を編集することは多かったんですけど、うん、まあ、今までにないテイストっていうなんかバトル系の動画っていうことで、やっぱ選ぶ BGM とかもバトル系だったり、うん、あとフォントとかもね、フォントとかも自分で考えて、うん、バトルっぽいフォントにしたり疾走感のある映像っていうのを、うん、意識して作っていました。それがやっぱりなんか今までと違うっていうのもありますけど楽しかったですね。山田結構あります、はい、そうですね、直近の新潟アキネーターのやつ5本全部やったんですけど、その中の、うん、ハイプメンバーアキネーターのやつが多分一番楽しかった。言うとくん、はい、うん、面白かった。それこそあれがもういろんな写真使うたびに、まあ、本人と一緒に写真撮影したりとかそうなんだとかもありますし、まあ、それに合うような画像を見つけてきたりもありますし、あと、まあ、こだわりとかの方にもちょっとなっちゃうんですけど、うん、あの右上の方に制限時間を設けて、うん、でそれでちゃんと40秒以内に解けてるかっていうのも示せるようにしたのはすごい楽しかった。まあ本当は大変な部分もあったんですよ、うん、やっぱりちょっとずつ設定変えないとスムーズなタイマーにならなかったのもあったので、うん、すごい大変ではあったんですけど、結構そのクイズ系の動画なので、うん、まずそのなんて言いますか、ちょっと焦りもあるような BGM を探しつつ、それで最終的にオチがね、見てもらえば分かるんですけど、オチがあるっていうのもすごい
楽しかったなって感じですね。結構その僕ショートの編集が多いんですけど、まあ、そのショートの中でも特にその動画が一番楽しくできたかなと思います。たけし君いろいろなんか幅広い気がするけど、なんかこれが一番楽しかったというか、こうできた後に満足感のある動画だとかってやったりします？できた後というか、その何ですか、楽しかった編集なんです。その編集してる途中に、自分が楽しかったって思うのは、その世に出てないシーンあるじゃないですか。例えば、ラーメンの、動画だったら、噛んじゃって笑ってるところとか、あとはこうやって食べようとしたらポロって落ちちゃったとか、そういうのを一人で楽しんでる時が結構なんか、この動画が出てるけど、実際はこういうことがあって、NGC みたいなのが自分の中でコソコソ見つけて、コソコソフフフってしてるのも意外と、楽しい。なんかずれてるかもしれないですけど、その聞かれてることに関して、そういうところが結構楽しいというか、なんかその自分が出してるのもありますけど、出してない、なんていうんだろう、裏側っていうか、編集がだけが知ってるよみたいな、そう、ぐらい的になっちゃったけどみたいなね。結構 iPhone 見るとそういうのがフォルダーの中に入ってるから、またそういうの見てギラギラ笑ったりとか、ありますあります。奈々ちゃんは？そうですね、私が一番楽しかった編集は、新大祭の動画なんですけど、2本出てると思うんですけど、まあ、あの動画はなんか初めて自分でなんか企画っていうかを立ち上げて、で撮影もカメラもやって、その後編集もして、でサムネも作ってみたいな感じで、結構割とがっつりやった、すごい思い出のある動画なんですけど、こう自分の思い通りのなんかやりたい編集ができたんですよ。なんかそこで初めてなんかツッコミテロップを入れたりとか、あとなんかすごいメンバーの出演メンバーの方のなんか素が見えるようなこう編集がしたかったので、まあ、それができたのがすごい良かったですし、何よりもなんかすごいコメントとかいただいたりとか、いっぱい見ていただいたのがすごい良かったなって思ってますね。今井さんなんかあるんですか？私ね、なんだろう、自分行かなかったんだけど、なんかまったりした Vlog みたいのを作ってみたかったっていうのがあって、ゆいとののか竹田の3人で行った安らぎ亭の Vlog、なんだろう、それもまあカットしたところで面白い部分があったりとかもしたりするんですけど、なんか結構こうどういう感じで作ろうかなっていうのはなんとなく、その安らぎ亭という名前があれなんですけど、なんかゆったりした動画にしたかったんで、BGM とかもあれは全部チルアウト系のゆっくりしたような動画を、動画じゃないな、 BGM かを選んで、あれも多分効果音入れてなかった気がするんですけど、まあ、効果音一切なしのゆったりした動画を作る見たかったっていうので、ああいうものを作らせてもらったっていうのはありましたけどね。そうですね。あと今後作りたい動画とかってあったりしますか？そうですね。それこそ今先ほど Vlog 系っていうか、ゆったりした系を作ってみたいかなとは思いますね。2人はなんか結構いろんなもの作ってるけど、ありますか、たけし君と？あれですね、ノラさんが作ってるみたいな、お笑いというかツッコミとか系はまだ作ってないんで、だから逆にその作ってない系動画をどんどん作ってみたい感じですかね。めちゃくちゃ合いそうですね、ツッコミ系の動画。と今回ね、スゴロク旅もまあまあ突っ込んでるよね、あれね。めっちゃ突っ込んでますよ、テロップで。あれめっちゃ面白いです。ナナちゃんはどんなの？そうですね、まだやってないのだと、なんかおむすび少女の動画とかすごい私結構好きで、わかる、ああいうなんかちゃんと、なんていうんですか、脚本とかもやったりとか、まあ私がやるかもちょっとわかんないんですけど、なんかすごい映像作品的な感じのをちょっと
なんかみんなで協力してできたらすごい面白いなって、うんうん、なんだ今もそこにあるとかこれから今編集されてるこうとか、うんうん、ああいう台本作るとこかやるそれもちょっと今後検討であの海の苦しみを味わっていますって言いながら今編集者が編集者があの言ってたんでシナリオを作るの、うん、すごい時間かけて映像を作るのもいいかなっていう、うんうん、思います。もしだったらもうね一人で脚本作らず二人ぐらいでこう、うん、複数に作っても脚本自体はいいと思うから、うん、そうねそういうのもまたねやれればね、うん、いいなって思います。楽しそうではありますよね、うんうん。ということでなんかいろいろ話してきましたけど、すごいもう50、1時間ぐらい話してる。すごいすごいね。あっという間でした。あっという間でした。もういろいろ多分まだほんの一部で話したらいろいろ出てくるんでしょうけど、これもまただいぶカットされちゃう。このあたりで終わろうと思いますが、そうですね。この話を編集のメンバーの話を聞いて少しでもあの編集やってみようかなとか、うん、なんか楽しそうだなって思ってもらえるきっかけになれば嬉しいです。ここまで、お聞きいただきありがとうございました。信頼ハイプでは、YouTube 以外にもインスタ、TikTok、X などあの各種 SNS で情報の発信を行っていますので、ぜひチェックとフォローお願いします。ということで次回の音声配信でまたお会いしましょう。バイバーイ。